松坂市立第4小学校は、三重県松阪市の市立小学校。2016年5月1日現在の児童数は22学級571人、教員数は33人。1925年4月に、吉祥寺を、仮の本校、松坂第一尋上高等小学校を、第1分教場、厳獣寺を、第2分教場、大口青年クラブを、 第3分教場として、松坂第4尋常小学校の名称で開校した。1927年4月、高等科を松坂第1尋常高等小学校から当校に移し、松坂第4尋常高等小学校に改称した。1931年4月に、実家専修女学校を、併設、1935年7月に、同校は、 女子青年学校へ改称した後、1936年3月に女子青年学校は松坂市立実家高等女学校へ統合されて廃止となった。1941年4月、国民学校令により松坂第四国民学校に改称1947年4月、松坂市立第四小学校に改称した。は、一部の番地で学区が異なる。 私立中学校に進学する場合、松阪市立蒲田中学校の校区に含まれる。第4小学校は2011年度に文部科学省のコミュニティスクールの研究指定校となり、2013年度から本格的な活動を開始した。活動の契機となったのが、第4小学校区を包含する蒲田中学校の校舎建て替え計画であり、第4小港小 蒲田中の参考をコミュニティスクールとし、その活動実践を立て替え計画に反映させると、ともに小中一貫教育をも視野に入れた。2014年度は読み聞かせや通学時の見守りなど、児童の保護者を中心とした約3500人が第4章のボランティア活動に参加した。ありがとうございます。